まあ、若い子育て世代もたくさん増えたけど、やっぱり高齢者もすごい増えてるイメージだから、意外とお年寄りも多いんだよね。お年寄りも多いんだよね。私も別に特段の理由がない限り住み続けたいなと思ってるし、あの麹町駅がバリアフリーになるので、ありがたい。新宿通りまで行かないとエレベーターからじゃなくて、番町住民はベビーカーとか、そうすごい大変だった。階段も狭いよね。狭いし、階段も狭くて暗い、暗くてなんかちょっと急な、小さい子が遊べる場所が、ね、公園も今ね閉鎖されて、なんかちょっと狭いね、ボールするにはね。ご飯を食べながら子供を見れる場所っていうのがあると、ちっちゃいお子さんいる人はすごく助かるよね。なんかこう自分の子みたいな、そうナンバーフォーとか。子供ってやっぱり飽きちゃうじゃない、なんかずっとご飯ね食べて、食べ終わったらなんかねやっぱり飽きちゃうから、まあそこでゲームとかされるよりはその辺走り回ってる方がみたいな。でもやっぱちょっと危険だったりとかね、するから、あんな場所があると非常に助かる。今あるのは雨が降っちゃうと子供が遊べない施設ばっかりだなと思って、でその建物ができると中で食事をしながらちょっと遊ぶ場所とか、あと番町の森とか、その庭とか、オープンだからあやってるなって分かるんですよね。なんかそういうオープンスペースみたいなところでお年寄りがわしゃわしゃやってるの見たら、なんかうちのおばあちゃんも、いいんじゃないって言ってみたいな感じとか。芝生はいいですね。うん、大人のアスレチックとかもあると。それダメだダメだ。ちょっと一番遊んでるけど。早く帰ってください。言われる。ナンバーフォーできて若い女の子たちがいっぱい並んでるの見て、すごいよね、なんかいいなと思ってなんかこう街が華やぐっていうか、ワンちゃんのいいところってオフィスとか、マニテレさんをはじめとしたそういうなんか企業がなんかこう、うまく融和してて、繁華街とは無縁な、週末になるとひっそりするじゃないですか。あの静けさが結構好きなんですけど、週末に人がこぞってなんかこう訪れるような街になってしまったら、なんかちょっと本町転倒とかもするのかなって思って、なんかすごいバイブスポットがいっぱいできて、なんだろう、いろんな人がこう各地からバーとか押し寄せるようになったりすると、ちょっとなんか私はかえって残念みたいな。今割と若い世代向けにちっちゃい子向けのこう遊具とかアトラクションみたいな感じのはすごく充実してたけど、健康寿命を伸ばすためにジムとか、雑貨屋さんとかもしてたし、なくなったからね、そうね、手作りのなんかさ売り始めた、私が売った、私の手芸用品、手芸の講座フランキーをなんかあ、なるほどね、フリーなスペースで、そうなんか例えば踊るダンススタジオにもなるし、パーティースペースにもなるしみたいな、あとちょっとした出展ができできたり、あと何か展示会したり、展示会貸しスペースみたいな、貸しスペースでちょっとおしゃれなところ、バルチョってこう小規模な、ものが点在しているイメージで、こう一箇所で用事が全部完結するっていうようなスポットがないんじゃないですか。ここさえ行けばもうなんか衣食住全部済ませて帰れますみたいなのが、そういうのが、都心でありながらそういうのがあったらすごい、もうなんだろう、私すごい虫にまで住むかもしれない。あとランドマークができるといいってすごいいいと思うんですけど、家族で行けるご飯を食べに行ける場所はすごい少ないかなって、ブランド品とかが入ったショップとかいらないですよね。
まあ、東京近郊の地産地消じゃないですけど、うんはいうん農家さんが出店しやすいような、うん、というものがこう定期的になんかマルシェ、まさにマルシェ、うん、いいスーパーができるとそっち側にね、してもらえるなと思うね、はい、お花でもお野菜でもお花でもないね、うん、こうちょっとしたお惣菜でも、うん、お花欲しい買えたらしいね